谷山がボロカスに言われてるのがそんなに嫌だったのか。確かに俺たちはあいつの思いを知ってる。谷山が何を言われようが気に病む必要もない。それは谷山さんを助けたいわよ。でもじゃあそうしようか。詰めて。いや、しかしあれなんだこれ、こっちでもラブコメイベントが。いつまで隠れてるつもりですか会長。さらしなせん、ちょっと出るタイミングを逃してな。ここはお互いに何も見なかったし聞かなかったということでどうですか。私